皆さんこんにちは。こんにちは。商店様に使える商夫婦です。今日もよろしくお願いします。前回皆さんの願いを叶えてくれる、神様、商店様という神様をですね、紹介させていただきまして。そうでしたね。まあ知ってる人はね、もう知ってるよという、まあ、話だったんですが、まあ初めてこの動画を見てですね、知ったよという方も中にはいらっしゃったんじゃないかなと、ちょっと期待してるんですけどもね。はい。もしいらっしゃったらね、非常に私たちとしても嬉しいことで、それを機にですね、その動画を機に、まあ、商店様を信仰して、願い叶いですね、幸せになっていただければいいなと思うんですけども。そうですね。まあ、商店様を知ったときに、まあ、皆さんも、ご存知の方もね、昔振り返ったら同じじゃなかったのかなと思うんですけどもね。皆さん、商店様ってどんな神様かなって、まあ、結構、やっぱりググったりされると思うんですね。検索でですね。で、そこで出てくるのがですね、やっぱり商店様は怖い神様。結構トップに出てくるんですよね。という、まあ、お話がですね、まあ、多々ネット上でもありまして。溢れてますよね。まあ、それに、ちょっと怖がってですね、信仰するのを躊躇してしまうという方も、まあ、中には、いらっしゃるんですね。ちょっと怖い神様ならやめとこうかな、みたいなね。はい、実際ね、私たちの無料相談にも、怖い神様なんですかと、検索したらいろんな噂がありますと、ちょっと怖いですと、信仰したいけども、するのが怖くてっていう相談が、まあ、あるんですね。で、まあ、相談いただければですね、まあ、個別に対応していくわけなんですけど、まあ、相談までは、至らなくてもですね、自分自身でやっぱり怖いなと思ってやめてしまう方も、そうですね。結構多いと思うんですね。もったいないですよね。もったいないね。せっかくお名前知ったのにね。ですからまあ、ここで一つ動画としてですね、その辺のあたりをまあ、詳しく噛み砕いてですね、お話しさせていただこうかなと、まあ、今日は思っております。いいですね。まあ、商店様が、まあ、怖い神様だというですね、流言飛語、噂ですね。噂ですね。まあ、いろんな噂があるんですけども、まあ、いくつかちょっと例を挙げていきましょうか。はい。まず、やっぱり代表格と言えるのがですね、子孫7代の福を1代で取ると。これ、トップに出てくるんじゃないですか？ねえ。多分もう、知ってる知ってるいう人とか、それ見ましたっていう人がですね、いらっしゃるかなと思うんですけども、これを見たらね、書いてる字だけ見たら、あたかもですね、自分が、子孫7代の福を独り占めしてしまうと。要は自分が福を授かれば、もう子孫7代まで福は授からないと。不幸になるんだと。子供も孫も。そうですね。いうふうに理解できると思うんですけども、これは全く違うんですね。違いますよね。ここは書いてることを素直に受け取らずにですね、何を意味するかっていうところなんですが、まあ私たちが解釈するには、それだけ商店様のご利益がすごいということなんですね。ご利益の大きさがものすごいので、もしかしたら子孫の服を取ってしまったんじゃないかというようなところから来ている噂ですよね。はい。ですからまあ本当に子孫7代を全てひっくるめた、子孫7代分の服を全て自分で授かるぐらいの大きな服を授かるという意味なんですね。そうなんですよね。はい、実際に子孫7代の服を取ってしまうわけじゃないですから、まあ、それぐらいの大きなご利益を授けてくれる神様ですよと。すごいんですよということですよね。そういう意味ですからね。はい。そういうふうに理解していただければね、何も怖くないと思いますね。怖くないですよ。で、あとはですね、商店執行、これも相談で多いんですけどね、商店執行するのはいいんですけども、したいとも思うんですが、途中でやめたら、罰が当たるんじゃないかと。罰を与えられてしまうというやつですね。で、まあもちろん途中でやめるつもりはなくですね、一生続けていこうとは思うんですが、まあ人間明日どうなるかわからないじゃないですか。そうですね。毎日なんかあってですね、信仰をやめるようなことがあった時に、何か災いがあっては困ると。
そうですね、うん、お主やめたなということでこう罰をドーンと当てられてしまうっていうような心配をされてる方ですよね、うん、それが怖いから躊躇されていると、これも相談で結構あるんですよね、こうそんなことは絶対ないですからね、はい、まあ、途中でねやめてしまうかどうかっていうのはもちろん、その時になってみないとわからないですけども、まあ、わからないなら始めればいいんですよはい、いくら考えてもわからないですから、わからないことは、要は今大事なのは、今現在皆さんがどう思ってるかということでね、今現在進行したくないのであればしなくていいし、進行したいのであればね、未来のことはもう気にせんと、進行すればいいんです。毎日ですね、途中で進行をやめてしまった場合でも、罰は当たりませんから。そうですね、大体惚れてしまう神様です。そうです。やめてしまえって言われたとしてもですね、誰かに。絶対やめませんからね。そのくらいもう本当に聖天様というのはすごい神様なので、はい、惚れちゃうほどのすごい神様なので、おそらくやめません。そうですね。本当のご縁をいただいている人っていうのはやめませんね。はい。まず 100% やめないですね。逆にどん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 もう、虜になっていきますね。そうですよね。ですから、一切そのあたりは気にせずにですね、信仰を始めていただければいいと思いますよ。そうですね。毎日なんかあって、やめたとしてもね、大丈夫ですから。そうですね。はい。ただし、まあ、復縁はちょっと厳しいかもしれませんけどもね。はい。まあ、せっかく授かったご縁なんでね、大事にしていただければいいと思いますよ。まあ、でもね、それだけ先のことを不安に感じるということは、それだけその、進行するということに対して、真面目に考えられておられるという、まあ、証なんでね。そうですよね。すごく、真面目な方だなと、一生懸命なんだなと。いうことを私たちも相談を受けて感じるわけなんですけどもね、はい、本当に何も考えてない人はもうそのままやってしまうでしょうしね。そうですね。やっぱりそこ将来が気になるということは、やっぱりそれだけその昇天信仰というものをね、すごくこう真面目に捉まえてね、考えておられるのかなと思いますんで、その真心があればね、大丈夫ですよ。大丈夫です。決してね、罰なんて当たりませんから、安心してね、昇天信仰を始めてみてはいかがでしょうか。そうですね。ぜひそうしてください。はい。で、もう一つ、まあ、言うならば、じゃあ、昇天様に信仰しですね、昇天様を信仰して、何らかのご利益を授かったと。その時にですね、お礼ですね。御礼をしないと、これまた、罰が当たると。罰を当たれるの好きですよね。まあ、よほど、なんかこう、怖い神様だと勘違いされてると思うんですけども。まあ、もちろんね、これ、ご利益授かればね、御礼はすべきですよ。して当然ですね。これ人間同士でも同じじゃないですか。人間同士でも、友達同士でも、まあ、親子関係でも何でもそうですけど、何かね、していただければ、ありがとうございますと言いますよね。そうですね。大体、ありがとうという言葉が、言葉というか気持ちが湧いてこない方がおかしいですよね。そうですね。ですからまあ、これ、御礼しないと、罰が当たるという以前の問題として、ご利益を授かれば、素直にありがとうございますと、普通になりますよね。そうですね。ということは、怠ることはないということです。まあ、作法はね、知らずと間違うことはあれどですね。それは気づけば直しゃいい話なんで、ここはね、まあそういう意味で、まあ悪意を持ってね、昇天信仰を始めて、願い叶えてもらって、そのまま、とんずらしに言おうと、言う人いないと思いますけども、まあ、そういう悪意がある人は別ですけどもね、まあ普通に、まあ、どうしてもね、ご利益を授けるこれはありがとうございますっていうのは、これ当たり前の、人として当たり前の話なんでね、ここはその、心配する必要はないんじゃないかなと。ただね、なんて言うんでしょうか、ご利益をいただくときは、一生懸命なんですけど、ご利益をいただいてしまうと、なんかこう、このくらいでいいかなとかっていうような、こう、間違った気持ちを持ってしまう方も中にはいらっしゃるんですよね。ありますね。実際いらっしゃいますよ。願うときはね、例えばまあ、そうですね、わかりやすくまあ、まあ、ご祈祷で話すると、願うときはね、まあ、ご祈祷、もちろん、その、お代金というのは必要じゃないですか、ご祈祷料というのがね、それをまあ、こう、出してね、ご祈祷するんですが。その時は一生懸命なので、
本当に惜しくもなく。そうですね。惜しみませんね。お願いしますということでされるんですけれども。はい、願い叶ったりとか、ご利益いただいた御礼の時に、うん、惜しむんですね。これ悲しいですよね。はい。そういう方が一部ですよ。うん、一部いらっしゃいますね。うん、これはね、祈願よりも、御礼の方を重んじるべきですからね。はい。その御礼を重んじることで、うん、また次の祈願、願いを叶えてくれますからね。そうなんですよね。はい。人間でもそうですよね。うん、皆さん、自分で想像していただければいいと思うんですけど、うん、まあ、A さんと B さんがいてですね、どっちも同じお願いしてきたと。で、どっちも言うことを聞いてあげたと。で、A さんは、ありがとうございましたーってこう、俺に来るわけです。B さんは、シャーフリしてどっか行ってまうんですよ。うん、A さんは、俺しゃーね。うん、で、ほとぼり冷めた頃に、忘れた頃に、またパッと B さん出てきてですね、うん、また別のお願いがあるんですよって来るんですよ。この人でいいこと聞きます？ねえ。聞きませんよね。うん、この人はきちっと御礼すぐ来た人なんで、うん、何かあったらまた、言ってくださいね、みたいな感じで声かけるじゃないですか。うん、また何かあればね、うん、言ってくださいね、で、うん。この人に言いませんよね、まだ何かあればなんで。ねえ。うん。もう来た瞬間にもう知らんふりしますよね。うん、それはもう神様も一緒ですよ。特に神様ですからね、お見通しですからね。そうです、そうです、そうです。ですからまあ、そういう部分ではね、うん、やはりお礼っていうのはね、これは当たり前かなと。うん、思いますね。ですからまあ。もったいないなんていう言葉を考えることもいけないと思います。あ、ダメですよ。全部お見通しですからね。お礼は、御礼は絶対ケチったらダメですよ。そうです。うん。無理はダメですけどもね。もちろんそんなことは言ってないんですけど、まあ、できる範囲内でね、ケチるということはダメです。はい。良くないと思いますね。このくらいでいいかなっていうのは良くないです。良くないですね。まあ、参拝でもそうですよ。今お金の話だけじゃなしにね。願うときはね、月に1回でも、週に1回でもね、うん、それこそ毎日でも願いに行くのに、うん、お礼はね、まあ、また明日にしようかとか、寒いな、来週しようかとか。もう叶ったし、みたいな、ね。もう、また来月しようかな、とか言うたりとか、うん、これ絶対ダメですよ。そうですね。うん、そんなこと言うとったらね、もう次はないですからね。はい。もうそれこそもうお礼はね、もうすぐに行ける、できる限りね、そうですね、速やかに。うん、言ってするべきですね。そうすると次、また次と叶えていただけます。そうですね。ね、ぜひ、参考にしてください。はい。ということでですね、まあ、3つぐらいなんですが、まあ、子孫7代の福を1代に取るとか、昇天信仰を途中でやめたら罰が当たるよと、あと、御礼を、怠ったら罰が当たるよというような、まあ、噂があるということなんですけども、まあ、それは一つ一つね、今、解説させていただきましたけども、まあ、そもそも、昇天様が怖い神様だと言われる、その、根拠ですね。なんでそんなこと言われるようになったのかと、そもそも昇天様が。なんか昇天様は、悪いことしたんかと。怖いことしたんかと。で、うん、いうことになるんですけど、まあ、これもちょっと、じゃあ3つぐらい、例挙げていこうと思うんですけども、まず一つ目はですね、一つの説は、昇天様。まあ、昇天様っていうのは、前回もお話ししましたけども、南天様と女天様の宗神の神様なんですね。そうですね。こう、ハグし合ってるわけなんですけども、そのうちの、南天様の方ですね。こちらの南天様は、起源が、インド、ヒンドゥー教のガネーシャ神様なんですね。そうですね。はい。このガネーシャ様っていうのは、うん、そもそもがビナヤカの王、うん、要は魔人だったんですね、うんうん、ということからですね、怖い神様だと言われているという説も一つあるということですね。もともとが怖い神様だったので、やはり昇天様も怖いんだろうと、うん。そう。もともとのその気質って言いますかね、うんうん、が怖い神様、魔人だったんで、うんうんうん、怖いんちゃうかということなんですけど、まあ、ガネーシャさんもね、今も前人としてね、そうですね。ヒンドゥー教ではね。ものすごく愛されてる神様ですからね。愛されてますからね。で、昇天様も前人としてね、仏教に帰依されたわけですから、ね、11名観音さんと一緒にね、うんうん。だから全く怖くないんでね。大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、違いますよ。はい。そういう、こう、イメージがあるのかもしれませんね。で、もう一つはそうですね。まあ、例えば日本の、まあ、歴史上の、まあ、偉人。織田信長、例えば豊臣秀吉、徳川家康。この、まあ、
3名もですね、昇天信仰していたと。そうですね、うん、他にもたくさんいらっしゃいますけどね。はい、ですから、まあ実際に、ね、昇天様のお像でもね、信長ゆかりの昇天像とかね、まあいろいろあるんですけども。で、その中のまあ徳川家康がですね、その昇天様のご利益があまりにもすごいと、すごいということで、独り占めしたくなって、一般にですね、昇天様は怖い神様だから、信仰しない方がいいという噂を、バッと流したって言われてるんですね。他の方がしない分、自分が独り占めできると思っちゃったんですよね。そう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 、そういう説もありますね。ええ、はい。で、あとはですね、そうですね、まあ、昇天様の、まあ、先ほどちょっと内容を被るんですが、ええ、まあ、無礼な行為を働いたりとか、うんうんうん、まあ、途中で信仰をやめてしまったりとか、うんうん、何かそういったか、こう、無礼を働いたことでですね、うんうん、何か不幸があったと。命を落としてしまったりとかね。うん、あるんですけども、ただこれはですね、本当にそれで命を落としたのか、うん、違う理由で命を落としたのかっていうのは、これ誰にもわからないことなんですけども、まあ私らからすればですね、これは全くの責任転嫁ですね。そうですね。はい、昇天様は神様ですからね、はい。それは人間の命なんて奪いませんよ。はい、それは悪魔のすることですよね。はい、大丈夫ですよ。ですからまあそういったね、いろんなこう、やめてしまってこんな不幸があったとか、うん、あんな不幸があったって言うんですけど、うん、まああえて言うならですね、よく考えてくださいよ。それは昇天様がそうしたんじゃなしに、うん、A さんがいますよね、うん。で、A さんが昇天様をこう、信仰してたと。で信仰一生懸命しとったんやけど、守られとったと。ずっと守ってくれとったと。そうですね。ところが、この人が怠ってですね、昇天信仰をやめてしまったと。うん、もうやめてしまったと。うん、まあ、昇天様との縁が切れますよね。うん、切れますよね。うん、じゃあ、今までいろんな災いが降りかかってきたものを、昇天様がずっとこう、守ってくれとったのに、この人が昇天信仰をやめて切ったために、この昇天様のこのブロックがなくなってですね、いろんな災いをまともに受けるようになるんですね。うん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 、それを、あたかも、昇天様の災いやって、責任転嫁してるだけで。その話、よくありますよね。うん、もう本当に完璧な責任転嫁ですね。昇天様じゃなしに、その方が、もう、因果応報ですね、うん。報いを受けるべくして受ける、その、報いをまともに受けてるだけの話でね。そうですね。うん、今までは昇天様が守ってくれたから、うん、それがなくなったり、回避したり、うん、または大きなものが小さく済んだりということがあったのが、今度まともに受け出したんで、うん、それをね、あ、やめたから、昇天様のたたりやとか、うん、バチやとか、うん、いう人間がいてるんですけど、うん、もう、とんでもない無礼千万な話でね。そうですね。ひどい目にあったんだとかね。そうそうそう。それは、あなたが辞めて、昇天様が守る、昇天様のご守護をあなたが切ったから、まともに受けるようになったんですよと。もうそれだけの話です。そう、逆に言うと、昇天信仰をされてる方っていうのは、願い事を叶えてもらうのはもちろんなのですが、日々守っていただいてるんですよね。そうです、そうです、そうです。ものすごいこう、本当にこう、大きな愛で包まれてる中にいることになるんですよね。そうなんです。昇天様ってね、すごく豪傑でかつ緻密なんですけどもね、すごく優しくてね、例えば、A を B に絞らせって願うじゃないですか。まあ、それはもちろんなんですけど、全然願ってないような普段の出来事、日常生活でも守ってくれるんですよ。そうなんですよ。うん、そこが本当に驚くほどの緻密さなんですよね。そうですよ。願いもしてないようなことでも守ってくれるんです。縁を結べばね、はい。そんな素晴らしい神様なんで、自分でね、要はもっと分かりやすいからね、傘と一緒ですわ。雨降りにね、傘持ってるからね、雨に濡れないわけじゃないですか。で、その傘をね、自分からね、もう持つ重たいわ、もうしんどいわ、でポーンと掘ってね、雨降ってきて濡れんの当たり前の話でね。うん。そういうことですよね。そういうことですよ。もうそれにつきますんで、この話はそういうことです。はい、次行きましょうか。はい、どうぞ。ということは、まあ、大体根拠になってきてるんですけども、まあ、もしですね、その、何らかの、まあ、人間が、その、天の、まあ、バチが当たるとかですね、もしあるとすれば、じゃあどんな場合なのかっていうのをちょっと考えてみようと思うんですけど、まず一つはですね、昇天様に何か無礼働いてした時に、昇天様がいちいち怒ってですね、人間にこう、バチを与えるなんて、そんなちっぽけな神さんちゃいますからね。そうなんですよね。うん、もう器が違いますから、人間が想像して考えるようなレベルの器じゃないですからね。そんなことはいちいち昇天様はしません。ただですね、昇天様のご眷属様が怒ることはありますよ。
怒りますよね、うん、しかも聖天様のご眷属様って怖いですからね、見ないけですからね、はい、怒らさない方がいいと思いますよ、まあ、人間でもそうじゃないですか、うん、こうね、師匠弟子の関係とか、うん、師弟関係とかね、親分子分の関係でもそうですけども、まあ、わかりやすく親分子分でいきましょうか、例えばね、何か親分に対してね、誰かがこう、なんか悪意を持ったとしてもね、まあ、親分さんっていうのは大体もう、大物なんでね、もう伝統してるんですから、やっぱ子分としては許せないんですね。なんてことを、そうそうそう、これはもうね、そんなもんなんですよ、だからやっぱりね、聖天様は怒らなくても、うん、そのあまりにね、無礼を働くとね、これはご眷属様は怒ることもありますよ、うんうん、ただ聖天様が大好きで、うん、聖天様のことを思ってしたことで間違いがあった場合は単に謝れば、うん、別にご眷属様が怒るっていうのこともないんですよね。怒ります、怒りません、ご眷属様もね、全部お見通しなんでね、全然怒らないですよ。そこに悪意があるかどうかですよね。だから、良かれと思ってね、うん、聖天様のことが大好きで、良、うん、かれと思って、したことが、たまたま無礼であったという場合は、うん、もちろん聖天様も怒られないし、ご眷属様も怒りません。そうですね。うん、そういう場合は、すいませんでしたと謝ればいいんですよね。うんうん、もうニコッと、聖天様もご眷属様も許してくれます。はい。分かればいいよっていう感じで、本当に優しいんでね。ただその無礼をした時に悪意があって。無礼のある悪意とか、で仮に無礼が、ごめんなさい、悪意がなかったとしても、うん、その気づいた時に、悪意があれば、これダメですね。そうそうそう。気づいた時にね、ああ、申し訳なかったですって謝るのか、気づいた時に、まあ、ええか、みたいなね。ほんま、今言った通りね、ほったらかしにするのか。これ悪意ですからね。そうですね、うん。そこは大きな違いですよね。うん、そこはね、やっぱりご眷属様は怒りますよ。うん。うん、だから、そういう場合でご眷属様が怒って、何らかの、まあ、因果応報の報いを受けると、うん、いうことはあると思いますね。そうですね。はい。ですから、まあ、聖天様がね、そんなちっちゃなことで怒ることないし、うん、そもそもね、聖天様が怒ったら、うん、そんなレベルじゃないですから。そうですね。はい。私たちは想像もつきません。もう、えらいことになるはずです。もう、恐ろしくて想像もつかないぐらいのことになると思います。ただ、私たち人間に対してね、聖天様はどうのこうの、そんなちっちゃな神様ちゃいますから、はい、大丈夫です。うん、まあ、そうですね。まあ、聖天様の場合は怒って何かするというよりも、うん、もう、聖天様はそっぽ向いて、どっか行っちゃいますね。そうですね、うん。縁が切れるということですよね。はい。で、さっきも言った通り、縁が切れて雨に濡れるということになるわけですわ。うん、すはい。で、あとですね、もう一つあるとすれば、まあ、聖天様に信仰しているつもりが、うん、実は美麗が信仰していたと。まだいらっしゃるんですから、うん、立ち物祈願をされている方。そうですね。うん、言うたらまあ、悪魔祈願ですね。うん、はい。そもそも立ち物祈願、ね、どっかのね、情報でね、これ無料相談でも たまにあるんですけどね、どこかわかんないですけど、立ち物祈願をした方がいいと、推奨しているような方もいらっしゃるようで、うん、これまあ、それぞれの考え方なんでね、うん、別にその方を否定するつもりはないんですが、まあ、私たちからの立場で言えば、立ち物祈願はしない方がいいです。そうですね。はい、そんなことしなくても叶えていただけます。叶えてくれます。はい。願いだけ言ってればいいんですよ。うん、ですから、まあ、自分が例えば、かっぱえびせんが大好きで。かっぱえびせんですか。かっぱえびせん好きなんですよ、私。そうですね。はい。止まらないですよ、やめられないですね。コマーシャルね、よく考えてると思いますね。やめられない、止まらない。あれ、本当に、皆さん、一緒ですよね。一個食べたら止まらないですよね。そうですよね。うん。まあ、その話はいいんですけども、かっぱえびせんを、まあ、大好きで、止まらないんですが、うん、願い叶えてくれたら止めますと、うん。こんなこと絶対言ったらダメですよ。そうですね。絶対止まらないですからね、これ。まあ、それは冗談ですけど、それはやめた方がいいですね。聖天さんは、そもそも人間との契約なんて、そんな望んでませんしね。立ち物っていうのは一種の契約ですからね。あれするからこれするみたいな感じですからね。そうですね。神様と、あれをするからこれをしてほしいなんていう、はい、そんな取引しちゃダメですよね。はい、そんな人間は取引できるようなレベルじゃないですからね。はい、お願いする立場ですから。うんうん、ところが、まあ、それをしてしまうと、聖天さんはまだまあ、そっぽ見てもとか言っちゃいますんでね。はい。その後に来るのが、まあ、契約大好きな、悪魔ですね。そうですね。美念ですね。それで、よっしゃ、なら、
その契約結ぼうか言うて願い叶う、うんうん、人間はそれは聖天様が叶えてもくれたんやというふうに勘違いして、立ち物もかっぱゆくせやっぱり止まらへんわって食ってまうんですね、で結局一袋全部食うと思うで、相手は美男やだったんで、それなりの因果応報の報いを受けると、これはもうしゃあないですね。そうですね、小さなお約束でもできないお約束はしない方がいいですね。あ、そうですね、約束もまあある意味立ち物たとまでは言いませんけど、まあ似たようなもんですからね。別にあの何々をするから叶えてくださいじゃではなくても、はい、例えば、まあ、本当に小さいのですが、明日行きますと言って、はい、雨降ったからちょっとやめとこうとかね、はい、たまにいらっしゃるじゃないですか、はい、もう雨降って見てください、見てくださいね、そういう時は、はい、言った方がいいですか、言わなければいいんですよ別に、ね、そうですそうです、うん、だから明日行こうと思っていますとか、うん、考えていますとか、うん、行くつもりですとか、うん、まあそこちょっとまあ言葉のあやなんですけどもね、まあいちいちまあ言葉いちいち出さなくても、書店さんはみんな分かってますから、大丈夫ですからね。ただこう、はい、しっかり約束をしたことは守ってください。はい。明日必ず行きますと言ってですね、言った限りではもう行ってください。そうですね、雨が降っても行ってください。はい。来週行きたいと思っていますとか、明日行くつもりですとか、いうことになればね、また違ってくる言葉の、まあ、ニュアンスですけどもね、まあ、その辺細かいこと、商店さんは言いませんけど、要はその商店さんは、そういったところを見てるんじゃなしにね、要は人間の、そもそも質を見られてるんですね。そうですね。こいつは言ったことをちゃんとできる人間なのかどうか、それとも、もう口先だけで、もう、言ったらもう後知らんという、もうチャランポランな人間なのか、やっぱりそこは見られてるんですね。そうですね。はい。ですからそういう意味で、商店様には約束しない方がいいと。そうですね。要は自分の人としてのね、はい、見られ方っていうのがありますんでね、そういう部分で理解していただければいいと思いますね。はい。どうでしょうか、皆さん。商店様いう神様を前回質問で、検索をググったら怖い神様出てきた。どうしよう、どうしよう、言うだけども、実は怖くないよと、いうことがこれで分かった。どうですか、皆さん。いい神様でしょう。すごいんですよ。すごいですよ、本当に。ですから、まあ、商店様は怖い神様、それだけ怖いと言われるぐらいの大きなご利益を授けてくれる神様だと。他にはいません。はい、大丈夫です。絶対に怒りません。はい。毎日悪意を持って何かしたとしてもどっか行っちゃいますからも。そうですね。その代わり、雨降ってる時に傘掘ったら雨濡れますからね。はい。台風来てる時に、はい。雨やり降ってる時に傘なかったら濡れますから。それは自業自得ですよ。はい、また掘りません。掘れちゃいます。はい。はい、大丈夫です。誰が何と言おうと絶対にやめることはない。もう、ベタボレになりますから。そうですよ。ベタボレになりますから。はい。間違いないです。はい。私たちもね、一応、夫婦関係ですけどもね、多分ね、小孫にね、人間、神様は全部ひっくるめて、誰が一番好きって言うと絶対商店様って、私って言いませんから、絶対、ね。絶対商店様って言います。愛してます。はい、はい、私も愛してます、はい。今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録またね、よかったらしておいてください。お願いします。はい。今後ともよろしくお願いします。